私は本負けの番頭の三太郎と申すのでございます。この度本負けの御馬さんが江戸を見物をなさりたいとのことにより、私はそのお供をつかまつるものでございます。じゃあそうごろんで御馬さんなかなか出張ってこねえのも何してるのか。じゃあ御馬さん、御馬さん早く出張ってくね。早く行くべ。おーい三太郎や。はい、忘れてた。あの認証の何にもなんねえわさ。だ、随分おばさんお仕方も何してたか。今来るのぎすか。うん。花巻市長の上田さんさちさ。ああ、だ。だ、そこさおじいだもんな。じゃあ、担当。はい。しました。じゃあでもそれよりも随分お手形なんす。うん、なーに、おらどこのず様、俺江戸見物さいぐったば、やぎもじあいでさ。あなとすなば、やぎもじあいでとしてもねえがべんのにゃんか。なーに、江戸さいぐねえに、ず様のふんどしばりも、洗ったらいいがと思って、みんな洗ってからっと干したんや。干すどこねぐなって、おしめ棚、あいや、神棚の名産を干したば、手ずわるって今後投げてよ。あーで、どこにす。神さんの前さ、ふうのせかけてすことねえんだもんや。なるほどこにす。おばさん、それよりもおさむなった。してかけてこれ。はい。はい。じゃあ、三太郎や。何ですか？江戸さん、ついだか？まだ、今、二本松あたりなんです。まだまだこれからだなんです。あ、本当か？さあ、こっちさんも出て。はい。何から、ここはどこら辺りだ？ここは今、日光の鬼怒川です。ここ温泉で有名だ。あれ帰ってくるんでしょ。綺麗なぁと思ったった。ふんどしかけだひるこびずでねぐ。なんだっけ。ほかけぶね。ほかけぶね。ほかけぶね。少し見ましたようでもあったった。じゃあまずこっちさん。
ありゃ、池田三太郎。お寺の門さ、あげほおずきぶら下げでらんでねえか。あげほおずき？うん。だ、あいつ違うや。あいつはなす。うん。雷門の大きな長寿なんだった。まだあそこは浅草の加賀野様のす。あ、そうか。うん。ほんに、あげほおずきにしては、少し見ましたようだと思ったか、はい、で、まずこっちさ、はい、まだ珍しいものいっぺんあるからよーく見ておんでね。あ、はい、あ、まじで、さ、まだカッコルパネーにおじてるや指で全て潰すだからす、はい、お電気だと思う。あ、でもお金や、はい、あそこでありゃ裸になってポン酢もず喧嘩してらどもあれも忠誠さへらね。ずどこはそういうもんだべか。ありゃ、おまげにこったなやつ、はったおせ、はったおせって、けしかけてらのもいるんだねってか。あいつはなす、あいつはなす、けんかでねぐ、うん、大相撲というもんなのす。ああ、大相撲な。で、あそこで、まあ、中でけしかけてらのは、うん、行事といって、うん、あれは。こったのやつ倒せ、は倒せだねぐ、うん、はっきよい、おごった、おごった、はっきよい、おー、そうか、おー、盛り立ててんのっす。おらくはなごとに、は倒せ、は倒せとかに、あった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 、そうったなもんでねーのっす。そうか、うん、どうせば喧嘩にしてはみましたようだと思った。はい、はい、はい、まだまだいっぺんあるから、うん、来て来て、はい、はい、はい、あんたろうや、はい、こりゃずいぶんあげたでものだども、はい、こりゃ相撲取りの長ずばだべか、日の見櫓だべか。あいつはなす、日の見櫓でも相撲取りの長ずばでもねぐ、うん、え、じゃあスカイツリーというものあるんですよ。あれそうか、あれ日の見櫓にしたかがすみますね。せさずいぶんどみましたようだと思った。あれだば無料が半まで見えるからなす、うん、まず、はい、おら釣りは釣りでもおかずりだ。ああ、まあ、おらをあげどぎや、我が鞘だの、神が鞘の我が旦那、おら振り脱げば、釣れねえずござねえがあった。だな、そったな話したねんで、これ、うん、まずまず、はい、こっち飛んでね、はい、じゃあ、はい、あんたろうや、はい、おー、こっちさ、野生だな、なんだ、いっぺんなんでら、こっちは魚のか、なんだここは。だ、あ、あはは、あいつはなす、うん、築地の市場なんだっすか。はあ、お、あれや、あんたろうや、はい、あ、練馬大根、酒によって赤くなって寝てらんでねえか。あいつはなす、うん、酒によたぐれだ、練馬大根で寝ぐ、うん、人参というもんなんだっか。ああ、うん、そうせば練馬大根にしては少し見ましたようだと思った。まだこっちかも。 ありゃ、ん？ありゃ、あそこになんだが、おらのずっこにまたさ下がってらようなの、ぶら下がってらんでねえんか。じゃあ、じゃあよくおばさんおべきやつだ、ぜさまの。ああ、あいつはなすよ、ぜさまのもんでねえかよ。うん、タゴの頭というもんなんです。うん、タゴの頭が、爺様の四分の立派だねんす。爺様のにしては少し言いましたようだと思ったった。はい、こっちさんせで。おへらは。じゃあ、トロヤ、見っけだ見っけだ。何見っけますか。こりゃ、瓦屋根の立派な建物だと思う。なんだか上っかの方は、すかぐくて、本気な建物だな。ああ、あいつはなす、あれは歌舞伎座というものなんだっか。ああ、おべだおべだおべだか。そうすれば玉三郎だの勘九郎だのいるんだいが。それに菊五郎だの海老蔵も出ます。ああ、おら海老蔵はすかね。はい、
식구들이었으모니가 나나 하 배고 피겠습니까? 식구들이었으모니 はい、こちらにどうぞ。ああ、疲れました。本当ロイヤル。随分あるたば腹も減ったの。頼んだな。何が昼飯食う頼んでけねばいいか。で、頼んでみますか。ああ。すみません。おい、うどんかそば粉か何か食い物は何とはございませんか。 소바でも, 우동でも, 남でも, 何でもありますそばさん頼むよそば粉でも、うどん粉でも、なんだかな豆腐汁というものもあるそうですじぇじぇじぇああ、江戸でも豆腐ってらてかなんだか、そうだしなほんで、100膳だり 200膳だり 頼んでくれればいいわけよ。じゃあどこにまとんばさん。ワンコスバミでにそったに200も100も何も買えるもんね。なばんすよ。冬もで。いや、ヤグドソルタの。ああ、おい、いないしっぱいないし。じゃあ、本場さんの考えてはこれはもったな。じゃあ、でさ、はい。 これ去年の流行り言葉だ。ああ、いつ使うか今でしょうだね。じゃあ、なんだこんなこと言うと筋だが筋だな。ああ、ほんでついでにな、はい、何がしでこだり踊りこだりねえが聞いてけねがいが。で、これ、うん、おもて なしって。あらんばさん、あんだり噛んだり、おびだおんばさんだな。で、まず頼んでみます。たびたびすいません。はい。踊り子がすべっ子が何が見せ物なんとはございませんでしょうか。はい。すまいでも踊りでも、何でも、ございます。じゃあ、すんばさん。踊り子でもすべっ子でも、見せ物なら何でもあるそうです。ああ、なるほど。 で、踊り子を頼んでくれるじゃあ。わかりました。それでは踊り子を一つお願いします。